Hi, I'm 坂口。その時のステージに合わせて武器を選べるっていうのが一流のスプラトゥーンプレイヤーです。まあ武器にはいろいろ特徴がありますよね。チャージャーは高台から狙うのが得意だし、壁のたくさんあるステージはちょっとローラーは苦手です。その時のステージがホッケ不頭とアロアナモールだったりした場合は、遠くに届く射程とまっすぐ濡れる性能のジェットスイーパーなんかがおすすめですね。まあもちろんその活躍できる武器っていうのは一つだけではないので、いろいろ探してみましょう。